こんにちはリベズの牧口です、えー、本日も引き続き静岡のホテルからですね、レポートさせていただきたいと思います。えー、タイトルになるようにですね、アマゾンがいよいよ不動産業への、まあ、参入かということでですね、まあ、結構ビッグニュースなんですが、まあ、こちらについてですね、解説していきたいなというふうに思っております。7月23日ですね。 まあ、アマゾンがアメリカ最大級の仲介会社のリアロジーと提携すると、まあ、それによってタウンキーというです、ねまあ、不動産事業を展開するということが発表されましたもう何年も前からですね、まあ、アマゾンはいつ不動産業に参入するんだみたいなことはです、ねまあ、市場で結構噂されてたんですが、まあ、それがようやく日の目を見たということですね。 でこれどういうビジネスモデルなのかという話なんですけど、まあ、エージェント不動産ブローカーと住宅の購入者を結びつけるサービスですということで、えー、まあ単純にアマゾンのサイトターンキーというサイトに行ってです、ねまあ、そこで住宅の購入者が、まあ、この地域で家を買いたいよみたいな形で登録をして、まあ、電話番号とメールアドレス登録したら今度はリアロジーの方にリダイレクトしてリアロジーのエージェントが電話かかってくるという、まあ、非常にアナログな送客ビジネスなんですね。 でまあ、これがまあどれだけのインパクトあるのかっていう話なんですがこれによって得られるメリットは何かっていうとですねアマゾンの短期経由でリアロジーから不動産をまあ仲介してもらうとですねそこの住宅購入者はその不動産の価格に応じてですね1000ドルから5000ドルぐらいのまあクレジットをもらえるということで絵を購入することができたり大型家具を買うことができたりスマート家電を買うことができたりっていうまあプラスアルファのメリットが生まれるっていうことですね。 でまあ、こちらはタンキのサイトです私も登録してみたんですけど、えー、まあサンフランシスコがいいのかカリフォルニアがいいのかみたいな形で地域を選ぶわけですね、えー、そこであと住所と電話番号をまあ送信するとでそうしたらポップアップが出てきて、えー、後ほどリアロジーの担当者から連絡がきますみたいなそういう形で書いてあるわけですね、まあ、非常にシンプルですで、まあ、これなんでこういうことをやってるかっていうといわゆるアイバイヤの登場にリアロジーが非常に危機感を感じているからっていうことですね でアイバイヤーっていうのは、まあ、インターネットバイヤーとかあのアイバイインスタントリーということでインスタントバイヤーとも言われますけれどもオープンドアだとかレッドピンもやってましてジローもです、ね、ジローオファーっていう形でですねそこに力を入れ始めてるプレイヤーが出てきてると、まあ、これは直接買取りの、まあ、ビジネスモデルですねそれによってですね仲介を介在することなく不動産取引が完結するっていう一つのスキームができちゃってるので、まあ、これによって仲介ビジネスに危機感を感じているリアロージーが、まあ、非常に脅威を感じたと。 いうことい、ねまあ、アマゾンのねい何かっていう話なんですけど基本的には LTV の最大化ですね。 LTV って言うと、まあ、我々不動産業者はローントバリューかと思うんですけど、まあ、これはライフタイムバリューのことですねえ顧客障害価値っていう形で一、まあ、人のお客さんが、まあ、取引を始めてから終わるまでの期間ですねどれだけの利益をもたらすかっていうのが LTV なんですが、まあ、できるだけ接点を多くしてですねいろんなものを買ってもらった方がアンバソンとしてはハッピーですって話になるわけですねえ特に引っ越しや住宅購入っていうのはですね家具購入の最大のビジネスチャンスですよねって話になるわけですね新しい家に住みたい人は新しい家具やっぱり欲しいよねって話になるんで短期の当時 上によってですね、まあ、住宅を購入するという中で、まあ、結構大きな金額あの家具だとかって話になってくるとスマート家電とかになってくると結構大きな金額がまとまって動くので、まあ、そこのビジネスチャンスとらまえたいっていうのがアマゾンの狙いですって話ですね。 でクレジットの額決まってるんで、1000ドルから5000ドルって決まってるんで、まあ、ちょっと足りない、まあ、この家具は欲しいんだけど、ちょっと次回にしておこうかみたいなお客さんの、まあ、ニーズは引き続き、Amazon が補足することができるので、まあ、ちょっと買い足りないでしょうみたいな情報分析すると、ですね、えーまあまあ、テーブル買って椅子買わない人いないと思うんですけど、もし仮にそうだとしたら、まあ、テーブルは今回のクレジットで買ったんだけど、まあ、椅子も絶対この人買うよねみたいな分析ができるって話ですね。そうするするるとと LTV が最化 でまあ、一方で、ですね、インターネットプレーヤー、ですね、えー、ジローにとってどんな脅威があるかという話で、ですね、これも記事で報告されているので、それをまあ説明していきますと、まあ、やっぱりジローというのは、ですね、まあ、巨大なプレイヤーですということで、モストポピュラーリエルエスティティティブウェブサイトということで、以前の動画でもご紹介させていただきましたが、まあ、ジローというのは、やっぱりアメリカの中ですごい巨大な存在感を示しているプレイヤーなわけですよ。 そうすると、まあ、大体アメリカの住宅購入者ってのはですね、まずジローを見に行くって、まあ、そこら辺で相場感をまあ見極めるっていうのが、まあまあ、結構多くの方がすることですねという話ですね。でなのでジローは、まあ、基本的には広告ポータルですからそれによってエージェントから収入を得てたわけですけれども、まあ、今回のですね、短期の登場によって何が起こるかというとですね、まあ、広告収入が減るっていうことと、えー、ただ乗りされちゃうっていうことが、まあ、脅威として指摘されているわけです。 実際ですねあの今回の短期っていうのはあのリードジェネレーションの発掘っていうまあものなんですねリーードジェネレーションっていうことは新しいお客さんの獲得ってことなんですけど二郎、まあ、ってのは基本的にはリードジェネレーションつまり広告料を払うことによって新規のお客さんを囲い込むっていうビジネスモデルなんですよねだからまあそれこそリアロジーだとかリマークスとかも次郎、まあ、とかを使ってですね新しいお客さんにリーチしようとしてたわけですよ。 でこうそれがアマゾンという巨大な集客力を持つプレイヤーと組むことによって別にジロに広告出さなくてもよくねみたいな話には当然なってくるわけですね、まあ、これでビジネスの根幹の広告料を得られるチャンスが少なくなっちゃうというのが1つ目の脅威。 2つ目の脅威は何,何かというとただ乗りですよね。えジロというのはすごい情報が詳細に載っているということでユーザーに指示されているわけですけれどもアメリカの場合、まあ、MLS という存在があることによって、まあ、どのエージェントでも同じ不動産を紹介することができるわけですよ。でそうすると何が起こるかっていうと、まあ、ユーザーは購入したい人は詳細な情報をジロで分析して、えー、だったらこの不動産買いたいなと思ったらですね Amazon のタンキーに行ってリアロジーのエージェントを通じてその物件買いたいんだけどっていうことができれば、まあ、彼らは情報も手に入れること ができてえー、クーポンもクーポンクレジットも手に入れることができると、まあ、そういうおいしいとこ取りができるわけですね、まあ、そうするとジローはただの無料情報提供サイトに成り下がっちゃうっていう危険性があるわけですね。 でまあ、リアルジーですね巨大なプレイヤーなんですけれどもずっと危機感を感じてましたというのはやっぱりアイバイヤーの存在があったからですよねということで、まあ、リアロジーどういう会社なのかというと、まあ、皆さん知ってるですね例えばセンチュリー21だとかですね、えーまあ、サザビーズとかですねコールドルバンカーというですね巨大なフランチャイズを持ってる所有している、まあ、不動産ブローカーなわけですけれども、まあ、ここら辺の人たちがです、ねえーまあ、なかなか存在感が高められることができなくなってきたというのが今昨今起こっていることですね。 ディアロジー、まあ、巨大なグループだったわけですよ、121だったり、コードウェルバンカーだったり、サザビーズだったり、ERA だったりっていう、まあ、有名ブランドを通じてです、ね、その看板で勝負していた会社だったわけですね。で、ワンストップでいろんなことできるように、まあ、フランチャイズだけじゃなくてです、ねえー、住宅ローンだったり、決済サービスだったりっていうもので、えーまあ、サービスの拡充を図ってたわけですけれども、まあ、近年です、ね、テクノロジーの台頭によってです、ね、われわれは IT 企業になりますみたいな、まあ、レポートをしたっていうのはです、ね、以前ご紹介させていただきました。 なので、リアロジーの CEO も、ですね我々はエージェント成功に導くために最大のテクノロジーを提供するっていうことを言ってて、ですね、えーまあ、ジップリアリティっていう学生2人で作った会社がですねナスダックに2004年上場したんですけど、まあ、それを買ってですねザ・プラボみたいな形にして、フランチャイズの人たちにですねそのサービス提供するみたいな、テクノロジー会社への進化みたいなものも試みられてました。 えー、リアロジーはコンパスも、えー、訴えましたみたいな話で不当にエージェント引き抜いてるんじゃないかとか、まあ、秘密情報とか、えー、引き抜きの時にまあ盗ませてるんじゃないかみたいな話で、まあ、実際にですねリアロジーの、えー、専有の情報システムの中にですね外部のコンパスから、えー、アクセスが認められたみたいなことがですね言われて訴訟されてるわけですね、まあ、いろんなところで自分たちを守ろうとしている、まあ、そのリアロジーの危機感が今回の、まあ、短期っていうアマゾンとの提携を生んだわけですね でこの短期ですね、日本で果たして今後どうなっていくのかってことが皆さんすごい興味のポイントだとは思うんですねで短期のビジネスっていうのは基本的には送客ですから、まあ、日本で展開する場合はですね組む相手考えなきゃいけないわけですよ、まあ、先ほども言った通りアメリカでもですね、まあ、リアロジーと組むことによって我々は不動産会社やりませんよっていうふうにアマゾン言ってるわけですねそれはリアロジーの役割ですっていうふうに言ってるわけなので、まあ、日本でもしですねアマゾンが同じサービス展開しようとしたら組む相手考えなきゃいけないわけですねでそれが、UM、だとか ホーームズみたいななポータルなのかそれともメジャーセブンみたいなです、ね、新築マンションのデベロッパー集合団なのかそれとももともと自分たちが持っているブランドですね、まあ、日本に展開しているブランドも1 0 n 2 1とかサザビーズとか、まあ、コールドウェルバンカーとか、まあんまり あのうままくいってませんけど、まああるはあるんですねセンチン21だけか、まあ、唯一、まあ、うまくいってる事例かなという状況なんですが、まあ、そういったプレイヤーのどこと組むのかということがですねこのビジネスを成功させることができるかって鍵なんですけどちょっと難しいなっていう風な、えー、状況が日米の違いですね。 でまず日米の大きな違いというのはです、ね、児童のような巨大な分析サービスがないということですね。まあ、誰もがまずそこを見に行くという,うなサイトがないんですね。まあ、日本の場合でいうと、SUM、まあ、だとか、ホームズだとか、アットホームだとか、アットパークだとか、まあ、いろんなサイトがあるんですけど、詳細な分析ができていて、まあ、透明性高いような、えー、そういう価格査定みたいなものができるほどのサービスがないですね。でビジネスモデル的にそれは難しいという話です。 であとはです、ねまあ、ポータルがまあ日本のメインプレイヤーなのでそうなってくるとリアロジーみたいなです、ね、巨大な仲介グループみたいなものがないんですね、まあ、確かにセンチュリー21とかっていうのは有名ですけれども、まあ、市場を占有している、まあ、例えばリアロジーなんてどれくらいの規模でサービス展開しているかっていうとです、ねまあ、アメリカで19万3600の代理店がいてです、ね、112のまあ国とかでサービス展開して10万6000店のです、ねえー、独立販売代理店を要しているという話ですね。 まあそういいいいったぐらのの巨大ななプレイヤーってのは日本にいないわけですよだからまあここと組んだらまあ市場の大部分のシェアを取れるっていうようなプレイヤーがそもそも日本に存在してないとであと最大の問題何かっていうと同じ物件を紹介できないってことですよねアメリカだったらジローで見た物件をリアロジーに頼んで仲介してもらうってことはこれ現実的に可能なんですけど日本っていうのは、まあ、あの物件の囲い込みじゃないですけどまあ占有外しとかして情報を隠すみたいなことをするプレイヤーとかも当然いて、えー、まあ他のサイト例えばスーモだとかホームズで見た物件を短期経由でですね ほ他のエージェントに仲介してってお願いしたとしてもこれはまあできない可能性が高いってことですよね、まあ、そういった意味においてちょっと日米の違いで同じようなサービスできないんじゃないかって話が1個あります。 で短期のスポットですね、えー、見てみるとですね、まあ、強さっいうのはですねアマゾンの圧倒的な集客力ですよ、まあ、それはもう日本ではもうアマゾン依存症の人がいるぐらいですね、まあ、お客さん集めることができるっていう話ですね。一方で弱さっいうのはですね仲介会社の力、ですね、まあ、例えば仲介会社と組んだときにです、ねまあ、そこが、えー、ちゃんと、まあ、あの物件を紹介してくれてリードあの制約まで持っていくことができるかっていうと先ほどの話にある通り、まり、あ、同じ物件紹介できないんで他の物件どうですかみたいな話になっちゃうんで、まあ、なかなかこれ難しいと。 で一方で、ポータル会社と組むことができるかというとそれもできないわけですね、今度は誰に送客するのかって問題が出てくるんで、えー、そこに対してアマゾン側でコントロールすることができませんから、まあ、そこは、まあ、ポータル側がしなきゃいけないわけですけど、まあ、新しくお金払った、えー、エージェントだけ、えー、そこのアマゾンタヌキーから送客することができますみたいなことをやったところで、まあ、そんなのまた多くの不動産会社がそこにあの集まってくるに決まってますから、まあ、依然として誰に紹介するのかって問題が起こるんで、それもなかなか難しいと。 一方で、まあえー、オプチュニティというのは情報分析力ですよね。えーまあ、いろんな情報を持っているのであ、この人家買うんじゃないみたいな分析というのは Amazon ができる可能性が高いわけですね。なので、リードジェネレーションというのは生みやすいという話になってきます。ただし、まあ、そこで言った通り、さっきの話ですね、組む相手がいないという話ですよね。ここと組んだら市場接席巻できるみたいな巨大なプレイヤーがいないので、そうなってくると、誰と組むかという話になってくるんですね。 でその組む相手間違えちゃうと他のプレイヤーを排斥することになっちゃうんで、まあ、そうなってくると日本のマーケットのシェアを取れないって話になりますから、まあ、それはアマゾンの意図するところではないわけですね彼らとしてはあくまでも家具の購入だったり IoT の家電の購入だったりそういうところにつなげたいわけなのでできるだけマスを取っていきたいわけですね、まあ、それができなくなっちゃうんで組む相手っていうのはすごい慎重にならなきゃいけない、まあ、これが日本での展開難しいだろうと言われるところですね なんでじゃあアマゾン自身が不動産をまあ、登録すればいいんじゃないかっていう話も当然あるんですけどアマゾンの基本的な彼らが扱える商品の特徴っていうのは2つあって基本的には1個目腐らない在庫ですよねなのでまあ、本から始まったっていうのはまさにその通りなんですけど腐らずにずっと置いとくことができるんで、まあ、そうなってくるとこういったあの ロングテールみたいなビジネスモデルのアマゾンにはすごいそういったビジネスははまるわけですね。でもう一個、えー、一つあるとすれば、見ないでも購入できる商品、コモディティの商品だということがアマゾンが強さを発揮できる商材だったりするわけですね。なので、例えば最近あの生鮮食品とかもアマゾンとかで取り扱ってますけど、玉ねぎなんて誰が見てもあのどういう品質か分かるんで、まあ、別にアマゾンで買ってもいいだろうみたいな話になるわけですよ。で、この二つですね、不動産っていうのはいずれも、えー、この条件満たしてないですね。まあ、腐らないじゃん。 れれるかもしれませんけどここで言う腐らないという意味は、要するに旬があるかどうかってことですよね、例えば新築物件なんて、すぐ市場からなくなっちゃったりするわけですよ、中古物件なんて、本当にあの1週間ぐらいで市場から取引でなくなっちゃったりするんで、その同じ物件っいうのはもう二度と存在しませんから、腐らないっていうよりもなくなっちゃうんですね、まあ、そういう意味で言うと、腐らない在庫には当てはまらないと、でまあ、当然住宅ですから、みんなで購入することもできないと、どちらの条件にも当てはまらないんで、アマゾン自身が不動産を直接取引するってこと自体は、これ結構難しいですよねって話になってるわけですね。 なので、まあ、日本でアメリカで今話題になり始めた短期ですけども、まあ、話題になり始めたって言っても7月23日の話ですから、まあ、今後どんなサービスが展開されるかというのは非常に注目すべきことなんですが、まあ、彼ら自身が不動産ビジネスやらないって宣言している以上、まあ、組むパートナーとの、まあ、このコラボ力みたいなものがこのビジネスを成功に結びつける鍵ではあるんですねでいよいよ脅威かって皆さん感じられたかもしれませんけどその脅威というのは今のところ日本のマーケットでは限定的だろうなというふうに考えられます、まあ、アメリカのマーケットでは当然ですねジロ 顔を青くしてるみたいな話っていうのは、まあ、誰が考えても分かるわけですけれども、まあ、日本のマーケットはちょっと状況が違うので、えー、まあ今後もですね引き続き、まあ、どうどうなっているかかっていうのはアメリカのマーケットをウォッチしながらですねレポートさせていただきたいと思います、えー、それではです、ね、本日の動画は以上とさせていただきます、えー、よろしければです、ね、チャンネル登録の方をお願いいたします <music>